2006年2月1日、京都市伏見区の桂川の遊歩道で、区内の無職の長男、事件当時54歳以下、認知症の母親、86歳、の首を絞めて殺害、自身も死のうとしたが未遂に終わった、京都、伏見認知症母殺害心中未遂事件、をご存知だろうか。一家は両親と息子の3人家族だった。1995年、父親が病死後、母親が認知症を発症。症状は徐々に進み、10年後には週の3から4日は夜間に寝つかなくなり、徘徊して警察に保護されるようにもなった。長男はどうにか続けていた仕事も休職して介護に当たり、収入がなくなったことから生活保護を申請したが、休職を理由に認められなかった。母親の症状がさらに進み、やむなく退職。再度の生活保護の相談も失業保険を理由に受け入れられなかった。母親の介護サービスの利用料や生活費も切り詰めたが、カードローンを利用してもアパートの家賃などが払えなくなった。長男は母親との心中を考えるようになる。そして2006年真冬のその日、手元のわずかな小銭を使ってコンビニでいつものパンとジュースを購入。母親との最後の食事を済ませ、思い出のある場所を見せておこうと母親の車椅子を押しながら河原町界隈を歩く。やがて死に場所を探して河川敷へと向かった。もう生きられへんのやで。ここで終わりや、という息子の力ない声に、母親は、そうか、あかんのか、とつぶやく。そして、一緒やで。お前と一緒や、と言うと、そばですすり泣く息子にさらに続けて語った。こっちに来い、お前はわしの子や。わしがやったる。その言葉で心を決めた長男は、母親の首を絞めるなどで殺害。自分も包丁で自らを切りつけて、さらに近くの木で首を吊ろうと、巻きつけたロープがほどけてしまったところで意識を失った。それから約2時間後の午前8時頃、通行人が2人を発見し、長男だけが命を取り留めた。京都地裁は2006年7月、長男に懲役2年6月、執行猶予3年、求刑は懲役3年、を言い渡した。冒頭陳述の間、被告席の長男は背筋を伸ばし、眼鏡を外して右手で涙を拭う場面もあった。裁判では検察官が、長男が献身的な介護を続けながら、金銭的に追い詰められていった過程を述べた。殺害時の二人のやり取りや、母の命を奪ったが、もういっと母の子に生まれたい、という供述も紹介すると、目を赤くした裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるように瞬きするなど、法廷は静まり返った。判決を言い渡した後、裁判官は、裁かれているのは被告だけではない。介護制度や生活保護のあり方も問われている、と長男に同情した。そして、お母さんのためにも、幸せに生きていくように努力してください、との言葉には、長男が、ありがとうございます、と答え、涙を拭った。この事件が一地方ニュースに止まらず、ネットなども通じて、地裁が泣いた悲しい事件、として日本中に知られることになる。親子の境遇や長男に同情する声や恩情判決に賛同する声などが広がった。それから約10年後の2015年、毎日新聞大阪社会部の記者が、介護殺人に関するシリーズ記事の一環としてこの長男への取材を試みた。しかし弁護に当たった弁護士も行方を知らず、数少ない親族を探し出して尋ねると、彼はすでに亡き人になっていた。事件の後の足跡について親族は口が重く、なぜ亡くなったのかも不明のまま。行き詰まった末に探し当てた長男の知人という人に彼の死を告げると、絶句して、判決後に長男が落ち着いた先の住所を告げた。やがて判明した死因は自殺だった。琵琶湖大橋から身を投げたという。所持金は数百円。一緒に焼いてほしい、というメモを添えた母親と自分のへその緒が、身につけていた小さなポーチから見つかった。地獄を味わった彼の言葉やその後の人生が、在宅介護に限界を感じ、絶望している人への何らかの助けになるのではないか。そう考えて必死に動いた記者を待っていた、悲しすぎる結末だった。厚労省によると、要介護、要支援、認定者数は620万人。要介護者を抱える家族が増える一方、後を絶たない介護苦による悲しい殺人事件。なぜ悲劇は繰り返されるのか、どうすれば食い止めることができるのだろうか。